やっほー、皆さんこんにちは、ソラだよ。前回の動画なんですけれども、僕が1年だけで日本語能力試験上級の N1 と N2 をどうやって合格できたかっていう動画をやったんですけれども、その時に母国語で話してて、多くの方々に日本語で、日本語じゃなくて英語で話して説明するような意見をたくさんいただいたんですけれども、英語で話すっていうのはあまり自信がなくて、だから今回は日本語で話すんですけれども、下に字幕をつけて動画を作ろうかなと思いました。まあ日本語はあまりペラペラじゃないんですけれども、まあ頑張っていきたいと思います。ではよろしくお願いします。さて始めようじゃないか。一つ目、時間は宝物です。まださっきで時間がたっぷりあるから、後にやろうかなって思うんじゃなくて、早めに勉強を始めた方がいいです。勉強を早めに始めれば始めるほど、範囲が早いです。早いじゃなくて、広い、広いです。範囲っていうのは、まあ、課題でいいかな？はい、課題です。僕の場合は、来日してすぐに勉強を始めました。なんでかっていうと、今苦労してたら、あとは楽になるからと思ったからです。仕事の後に、勉強はしてたんですけれども、まあちょっと大変だったんですけど、まあ努力次第ですからね。語学できるかどうか。二つ目、映画とアニメを見ること。もちろん、本を使って勉強することは当たり前なんですけれども、映画とアニメとかを見ることを含めて勉強したら、基本だけじゃなくて発音とか、どうやってどの場合でこの言葉を使うかすごくわかるんですよ。それだけじゃなくて、ちょっかいわかるかな。まあ聞く力かな。まあ実際の試験でちょっかいというのはあるんじゃないですか。で、映画とアニメとかを見ることによってちょっかいの力もつくんですよ。僕の場合は勉強した後に映画とかを見てて、まあ実際の試験で、まあまあ自慢じゃないんですけれども、ちょっかいで3点間違えました。それだけ間違えました。まあそれは別の話になるんですけれどもね。まあ僕が見ていた動画って言ったら、まあ動画っていうか映画って言ったら、まあ古いやつなんですけど、赤影っていう動画です。まあ、忍者の話ですけどね。そこで、丁寧語とかの勉強ができました。まあ、アニメだったら、まあ、基本的に何でもいいんですけど、僕の場合は、ナルトを見てました。まあ、ナルトは、まあ、面白いだけじゃなくて、まあ、すごく普通語の勉強もできるから、毎日ぐらい見てました。もう一つは、これはまあ、秘密なんですけれども、YouTube で、日本語の知らない日本人を見た方がいいです。何のドラマかっていうと、まあ、主役は、まあ、日本人の先生なんですけど、その日本人の先生が外国人の、クラスやってて、いつも、まあ、日本語を教えてるわけなんですね。で、その外国人たちは、先生、これはどういう意味ですかとか、なんでこの漢字、こういうふうに書かないといけないですかって聞くんですよ。で、その先生が、答えがわからないから、ちょっと面白いかなと思って、まあ、毎晩ぐらい見てました。もちろん、怠け者はいけないんですけれども、本、映画、アニメとかを使って勉強すると楽になると思いますよ。すごく練習になるよ。三つ目、みんなの日本語っていう本です。まあ、もちろん多分、外国人のみんながこういう本を使ってると思うんですけれども、まあ、いろんな本があるからね。それだけじゃなくて、Amazon とかで、検索して、いろんな本を使うと、損がないと思います。あともう一つ、YouTube で、日本語の森っていうチャンネルを
見た方がいいかもしれないです。僕が見てたんですけれども、あそこで、N1 とか N2 とか N、まあ全部教えてくれるんですよ。そこで、まあ、それだけじゃなくて、先生たちも可愛いですから、めっちゃくちゃ見てました。まあ、可愛いですからね。まあ、それはプラスですけど。よし、四つ目。まあ、これは僕の勉強の流れなんですけど、勉強、復習。まあ、なんでこういう流れで勉強したっていうと、まあ、いつも勉強して、復習しない限り、あまり頭に入らないと思いますよ。まあ、僕の場合なんですけどね。この場合なんですけれども、この言葉はどこのページに載せてるか、もう覚えてるぐらい、こういう流れで、勉強復習を繰り返してたんですよ。まあ、大変だと思うんですけど、覚えた方がいいですからね。語学できやすいからね。よし。5番目。怠け者はダメ。後回しにするんじゃなくて、今できることは、今やることです。まあ、後に回して、後でやろうかなって思って、結局的に眠くなって、もう勉強が、できなくなるんですよ。まあ、みんな多分そうだと思うんですけどね。僕の場合は、なかったんですけど、まあ、ないとは言えないんですけどね。なかったとは言えないんですけどね。さっき言ったように、今苦労してて、あとは絶対に楽になるんですよ。絶対だよ。絶対。まあ多分、大変だと思うんですけど、でも自分に聞いて、なんで語学したいかっていう、なんで語学したいか、自分に聞いて、まあ人によって、理由が違ってくるんですけれども、まあ僕の場合は日本語のレベルを上達させたくて、まあもちろん家族にもお金とかを送りたかったからですよ。みんなも頑張ってね。絶対頑張るよ。絶対頑張りなよ。6番目。まあ英語で言わせていただくんですけれども、A tired brain is an unproductive brain。まあ日本語で説明すると、疲れた時にあんまり勉強しない方がいいと思いますよ。絶対じゃないんですけど、だいたい疲れてて勉強してたら、頭に入らないんですよ。頭に入らなくて、時間の無駄だけです。まあ、疲れた時に寝てて起きたら勉強する、みたいなことをやってたんですけれども、まあ、寝るばっかりするとダメですよ。絶対にダメですよ。7番目。まあ、これは絶対秘密なんですけど、僕の秘密なんですけど、皆さんだけに言うよ。文法の勉強に集中することです。これは、試験が近くて、あんまり勉強する時間がないっていう方々にお勧めいたします。文法の勉強で、漢字とか、語彙とか、読解とか、だいたい全部入ってるから、まあ全部じゃないんですけど、ちょっかいはないんですけれども、まあ全部勉強できるって言えるぐらい勉強できるんですよ。まあさっき言ったように、アニメとか映画とか見てたら、ちょっかいの練習にもなるんですから、力がつくと思いますよ。絶対秘密だよ。みんなに言わんといて。受験してチャレンジしたい皆様は、まあもちろん、うまく、なるとは限らないんですけれども、自分の努力次第です。勉強してたら、合格できるパーセント、まあパーセントっていうか、確率が上がるからよね。勉強していなかったら、合格しないはずじゃないんですけど、あんまできないと思うんですけどね。勉強していなかったら、語学するとはあんまり自信がないからね。だから、勉強した方がいいですよ。まあ皆さん、日本語の勉強は難しいと思うんじゃなくて、楽しいから、楽しんで勉強しようっていう思いが大切そうなんですからね。僕の場合は最初に、日本にはあまり興味がなかったんですけれども、でも皆さん、なんで空が日本語を勉強したんですか？って聞かれちゃうと、アニメが好きからです。
あ、普通は字幕あるんじゃないですか、字幕のあるやつあるんじゃないですか。それじゃなくて、僕が見るときに字幕がいらないぐらい日本語がちょっと面白いなって思ったんですよ。だから日本語の勉強を始めたわけです。皆さん、受験して失敗した皆様はもうやめるんじゃなくて、チャレンジチャレンジチャレンジっていう思いが大切なんですよ。だからみんな大変だと思うんですけど、みんな頑張ってよ、頑張れなよ、諦めずに頑張ろう。まあ、僕は今勉強してないんですけど、毎日勉強が足りないなって思ってるんですけどね読めない漢字とかわからない言葉とかまだあるんですよ、今でも。 N1 と N2 語学できたからって言って全部わかるとは言えないからね。日本語は難しい。日本人の知らない日本語だってあるんですよ。皆さん、頑張って語学しようじゃないか。ね、皆さん。では、また次回です。空だよー。